言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。スマイルアゲインの MV が公開されまして非常に素晴らしかったですね。でこの MV はどんどん再生をしていきたいと思いますし、でいわゆる回すっていう感覚よりは本当にこの考察をするっていう形で見た方がいいかなと思いまして、謎が非常に多いですしね、コメントでもお聞かせいただければと思いますが、とにかく何回も見て、でツイッターとかでも皆さんでいろいろとね、ああだこうだというか、ああだこうだっていう方もあれですが、こうなのかな、ああなのかなっていう感じで考察とかをしつつで、それで見ていくといいのかなって感じがいたします。そして一番最初ですけど、メッセージの MV の一番最後のところの部分からのジュノン君の空港の姿っていうね、あれも最後に車があって、そこであの飛行機が来たっていう形になるわけだけど、よく考えるとあの一番最後あのメッセージはね、陸だったわけですね、車でね。でまあ今回のとは関係ない可能性もあるが、バイグッバイは船だったわけで海になって、でスマイルアゲインで空になるわけですけど、なんか繋がってる感じっていうのはしますね。バイグッバイとの関係性よりはメッセージの MV との関係性みたいなところなのかもしれないなっていう形で、で、ね、ジュノン君とシュント君がドラマパートっていう風にモデルプレスさんの記事で書いてありましたが、まあ、そこの部分で重要な役割をしていて、ただどういう状況でどういう形でどういう結末か、そもそもあの一番最初のメッセージの MV の最後のところからの移り変わりっていうところ、夢と現実の話なのか、両方とも夢なのか、両方とも現実なのか、それもやっぱり分かりませんし、それからあの何でしょうね、あの結局のところ歌詞とかと MV の流れとかを見ていくとさらにいろいろとあったりするし、ジュノン君とシュント君はそもそもあれはあの二人はこの世にいる存在なのか違うのかとか、それともあのチャット欄でシュント君どこに連れてっちゃうのみたいな、ジュノン君どこに連れてっちゃうのみたいなチャットを見ましたが、実際のところどこに連れて行ってしまうのかとか、そんなのも含めて、ただあれでしたね、シンガポールって書いてありましたね、チケットのところに。なぜシンガポール、それも謎がたくさんある。アネッサの CM がシンガポールで結構真っ先にやっているっていう話は聞きました。それと関係してそれだけの話なのか、それとも飛行機っていうモチーフがそもそも BE:FIRST、 もしかしたらシンガポールで何かやるかもしれないとか、そういう形なのか、いろいろと考察があります。でもしかしたらいろんなことがあるかもしれませんが、リリース記念 YouTube ライブというのが4月26日の19時から公開予定となっておりまして、もうすでに BE:FIRST オフィシャルの方で枠ができております。という形でこちらも含めていろいろとまた考察ができるかもしれず、まあむしろ2日間の間にですね、まあ要するにあれですね、スマイルアゲンのリリースがあるから CD の方のね、グレートミステイクスに関してもそこでね、いろいろと情報があるかもしれませんし、あるかもっていうか、まああるでしょうね。とりあえず今はスマイルアゲンの MV をたくさん再生をしてダウンロードもしてストリーミングもするっていう形がいいかなと思います。で、あのまあこれは YouTube の動画を再生するテクニックとして昔から言われることですが、連続して再生をするとあのカウントされないとか、いろいろそういう形の話があります。これもあの実際のところどうなのかっていうのは私もはっきりしたことは 100% 分かってはいないんですが、まあ、昔からそう言われているので、一応それをやるべきなのかなっていう。で今回メッセージとのあのメッセージの一番最後のところからのスマイルアゲインだったので、まあだからあのもしかしたらメッセージとあのスマイルアゲインと、あとは皆さんで例えば好きな MV をブンブンバックでもいいし、バイグッバイでもいいし、それをこう順番にやっていくとかね、あるいはマーゼルのミッションでもいいですね、っていう形でやっていくといいのかなっていう。もしかしたらメッセージの MV とスマイルアゲインの MV を見比べることで何かあるかもしれませんね。歌詞の中で、スマイルアゲインの歌詞の中で、メッシングピースっていうね、言葉ありますよね。まあ、あの、サビに行く前のとこね。You are missing peace のとこね。音痴だから歌わないよ。歌えないから。そこのところとか。まあ、ミッシングピースはね、私としては、あの、もともと、オカルトが好きだったもんでね、失われた遺産みたいな感じのところで、ムーっていう雑誌のところでね、そういうのを見ましたが、なんでスマイルアゲインの話をして、ムーの話をしてんだ俺はって今思ってますよ。思ってますから、すぐ軌道に戻しますよ。あの、ミッシングピースがあるかもしれない。あの MV の中に何かが失われているかもしれないし、あるいは失われた誰かがいるかもしれないし、ドラマパートに
ジュノン君とシュント君がいて、他の5人はそのドラマパートにはいないっていうところもあるわけで、どうなのかなっていう、そもそもストーリーがどうなっているのか、他の5人はすでに別の場所にいて、シュント君はジュノン君を連れに来たのか、それともジュノン君がシュント君を探しに来たのか、それともまた別のストーリーがあるのか、そもそもストーリーは我々ベスティで考えた方がいいのかっていうことなのか、それとかも含めやっぱりよくわからないので、でも非常に面白いですね。はい、まあ、とにかく謎がたくさんありまして、私も結局3回見ただけなので全然まだまだ何も分かっておりません。というか分かることがあるのかどうか。それから結局のところ、今ちょうど画面を見ているところでリリース記念 YouTube ライブの画像をサムネイルも貼ってありますが、まあ、こちら要するに飛行機のチケットがあって、で見てみるとやっぱりゲートのところに書いてある数字とアルファベットだったりとかですね、まあ、フライトシート、まあ、エコノミーだったり、あれですね、ゲートが A4 だったり、そうですね、デートはこれは日付なので26エイプリル2023なので4月26日、これは分かりますね。ゲート A4 というのは何なのか、ボーディングタイム19時はその、ライブがやる時間ですねっていうこととか、そうですね、まあそこの部分、シート17の B ゲート A4、 これ謎ですね。意味のないことをやるとも思えない。うん、なんでしょうね。17の B はなんだ、 B ファースト、ザ・ファーストの1に、それに B ファーストメンバー7人だから7の7で、さらに B っていうことか。そんなのでいいのかな。でゲートの A4、 これは何でしょうね。A4 のサイズのポスターがみんなに配られるとか、そんなはずはない。とにかくまあ分かんないですね。まあもちろん分かんないので。それから MV の中で画角がこうちょっと、いわゆるこう昔のねブラウン管テレビの画角になったところもあって、あれはそのブンブンバックの世界観との流れもちょっとあって、もしかしたらテレビの中の話、フィクションの話って話なのか。あ、思い出しましたが、メッセージの MV も一番最初7人で映画を見ているシーンからでしたね。で、あの映画のシーン、もしかしてあの7人が見てる映画は今回のスマイルアゲインの中のジュノン君とシュント君の話だったりするっていうことなのか。やっぱりこれメッセージの MV とスマイルアゲインの MV を見比べていくことで何かしらわかるかもしれませんね。わかんないかもしれませんけど、うん、まあ本当にそういう形です。だいぶ興奮をしております。まあいろいろとありますが、ただメッセージとスマイルアゲインを見比べるっていうところと、あと画角がそのブンブンバック的にこう昔のブラウン管テレビの画角になったところとか、そもそもメッセージからのスマイルアゲインのあの形とか、メッセージの、まあ、陸の感じ、まあマナト君が走ってるシーンもあって完全にメッセージは陸って感じしますね。歩道橋の上にね、レオ君とね、マナト君とシュント君がいるシーンもあって、そこの車、まあ歩道橋というか車ですからね。だからまあ結局のところメッセージは車で、でまあバイグッバイは関係ない可能性はありますが、船がバイグッバイで、それでまあ、スマイルアゲンが飛行機なので陸海空なのか、で今回の飛行機があるのでシンガポールっていう文字はあれは何なのかとか、単純にアネッサの CM やってますよ的な話なのか、それともシンガポールで何かやりますよ的な話なのか、その辺も含めて分かんないですね。まあ何しろ今回もね、まあK-POP とかでも活躍しているディレクターとかも使っていらっしゃるって話もあって、いろいろとあるかもしれませんね。まあ楽しみですよ、うん、何が起こるか分かんないんでっていう感じです。まあもろもろ私も全然分かんないことばっかりですが、考察していきましょう。ただちょっと前の動画でメッセージからのスマイルアゲインのあれなのかとか、伏線回収なのかとか、そういうところを一応予測をしておりましたので、そこは当たりました、よっしゃと思いました。はい、というわけでもろもろね、回すっていうよりはたくさん見ていろいろ考察をして、ベスティー同士で謎解きみたいな感じで楽しんでまいりましょう。一体シュント君はジュノン君をどこに連れて行っちゃうんでしょうねっていうことも含め、うん、そしてみんなの表情がね、ビジュアルが綺麗すぎて困りました。はい、もうあれは性別関係なく綺麗ですね。君は綺麗だっていうところで、いや君らが一番綺麗ですよという話をね思いますね。はい、
はい、では私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトル、サムネイル、興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐ情報手に入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。